いや、じゃあ、ライジオネストの営業もやっていくんですけど、今日はね、リップ解説と生回りしやっていきたいと思います。使ったデッキはね、このデッキなんですけど、これですね、6800、ここら辺かな？ここら辺かな？ここら辺だ。6860までね、行ったんですけどね、ここら辺からちょっとね、しばかれ続けてね、落ちちゃったんですけど、まあ、まあ、ここら辺でね、結構、その、まあ、ペッカに勝ったりだとかね。そういうね、ペッカは基本的にちょっと相性が悪かったりするんですけど、まあ、そこら辺にね、勝ったリプレイとかがあるんで、まあ、ミラー対決と、まあ、ズミシエさん日本人の方なんですけど、ミラー対決と、あとペッカに勝ったね、リプレイをね、流していこうかなと思います。ってことで行きましょう。2倍速。で、なんですけど、基本的には、アイオレホグと、プラス呪文をすれば、まあ、基本的には通るって感じなんですよね。うん。で、あとは、ミニペがない時の単体ホグを投げて、なんだろう。コウモリに勇気を打つ。ですね。で、鬼速で、コウモリに勇気を打てば、って感じなんですけど、まあ、こうやって攻撃にね、はい、っていう感じでね、まあ、攻撃に呪文を打つと、防衛がその分苦しくなるっていう感じですね。で、俺が基本的にやってたのは、ご利用し、片サイドご利用しをして、まあ、頑張って守るっていうね。スタイルで、ズミシンさんは基本的に街からのカウンターで、両サイド振るっていうやり方だったんですね。うん、まあ、どっちが正解かは言うては分からないんですけど、まあ、こういう感じでね、クイックとか打っていけば、ミニペがね、いい感じにぶっ刺さるよっていう。でもこれね、2発もらっちゃうんですよね。うん。まあ、てな感じで、結構ね、その、ホグミニペとかをね、手札を、なんで、そう、あと、待ってない時に、こうやって、アイゴレホグをして一発入れる。で、頑張って防衛する。こういう感じで。はい。よいしょっていう感じでね。まあ、頑張って防衛するんですけど、まあ、そんな感じで結構ね、まあ、トン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 って進んでいくんですけど、これアイゴレホグと押して、クエイカークエイカークエイカーって感じで。で、これをめっちゃ頑張って防衛するって感じですね。よいしょ。はい。で、これをマスケ、高めにやって、で、お互いそのなんだろう、マスケを潰す呪文がないんで、結構ね、マスケの処理がお互い大変なんですよね。そう。で、この辺もね、超頑張ってね、処理してるんですけど、はい。でも、こっちは、もう、1100より食らってないんで、許容ですね。な感じで、まあ、ここは、ギリギリね、差し違えるという感じで、まあ、まあ、結構ね、スピーディーな試合だったんですけどね。へいという感じで、まあ、そうですね。まあ、ミラー対決は、お互いその、大きい呪文がない相手に対しては、ケツマスキがめちゃくちゃ有効で、ケツマスキに対して何もできないんですよね。逆サイド攻めるか、ケツユニットシャーなしでアイゴレとか合わせるかっていう感じなんで、まあ、お互いね、これはミラー対決だったんですけど、まあ、結構有効かなという感じで、はい。で、ラバとかに、ね、結構縛られまくったんですよね。ここら辺、ペッカ工場とか。うん。で、リップが、ジャックさんに縛られたやつだ。とかなんですけどね。リップ解説。まあ、これもね、ペッカ工場への勝ち方みたいな感じですかね。ここら辺。よいしょ。ってな感じで行きたいと思います。よいしょ。はい。ですね。ペッカ工場には基本的には、1-0 で勝ちたくて、頑張って防衛して、あと相手がケツペッカをした時は、ミニペホグを投げるですね。うん。これがマジで大事で、ペッカ以外に、ミニペをね、ちゃんと抑えられるカードがないんですよね。そう。まあ、これも2倍速でいきたいと思うんですけど、だから相手がケツペッカするまで待つ、とか、あとは、エレキとかね、そういうなんだろう、ペッカとか、まあ、基本的にエレキがなくて、ペッカがなんだろうな、出せるエリがないときですね。まあ、こういう感じでね、ミニペを延命して、バチコリ縛いていくんですけど、こうやって、もう許容してね、許容して受けるしかないときが来るんで、絶対。で、エレキがあるときは、もうあんまホグ出したくないんですよね。そう。で、そう。こうやって、工場とかを出した時に、ペッカが回ってなかったんですね、今。で、そういう時に、こうやってホグミニペをして、逆サイドを頑張って守るんですね。こうやってコウモリとかで。で、あーっつって。で、これ、アイスピと雪で、頑張るんですけど、なんか俺の方がダメージ食らってるって感じで。こっちは強要ですね。うん。まあ、基本的に 1-0 で勝つ時は、この1500よりも削られなければいいんで、っていうスタイルで強要してます、俺は。で、これをやると、まあ、ケツペッカとかね、来るわけですね。で、逆サイ、こうやって、ミニペホグ、押して、まあ、クイックまで打つと。いう感じで、ゴリッといきます、結構。で、これは逆サイ、誘導し、マスケで受け、ミニペで受け、アイスピで受けって感じでね。で、これ食らっちゃうんですね。で、これクイック。いや、こっからなんですけど、やばい、すいません。
クエイクでホグ一発入れて500って、クエイク2周なんですよね。そう、クエイクが、関数だと267かな、確か。生き玉が、81で、合計で、なんだっけな、348って言ったっけな、確か。計算したんですけど、間違ってたらすみません。はい、なんですけど、それで、クエイクを2発入れるか、ホグ一発プラスクエイクで行くのかっていうね、ところなんですけど、基本的にはホグはもう、ガンイモ体制になったら、相手がね、はい、もう守る守るっていう体制になったら通らないんで、でここはもうミリペですね。はい。って感じで、アイゴレとかでね、こうやって逆サイ誘導とかをしていき、はい、で、マスクでね、ぶん殴って、でまあ、ここら辺アイスピで誘導し、まあ、ここはね、もう俺はクエイクですかね、確か。クエイク打っちゃう。うん。で、クエイクを打っちゃって、はい。で、これは、ミニペだと。ミニペでいけると。で、これ、アイゴレで逆サイ誘導し、そうですね。まあ、相手が本当に、雪玉の手札回し、スピし、まあ、クエイクという感じで、結構ね、これスポイズン打つんですけど、クエイクって3秒で267与えるんですよ。そうだから、めちゃくちゃ早いんで、ポイズンとかよりは、同時に出たら確実にこっちの方が早く出るんですね。まあ、そんな感じで、ペッカ相手には、ケツペッカにか、ペッカがないターンですね。まあ、最初はホグ、単体ホグでペッカ引き出してからの、ペッカ防衛してからのね、ホグミニペでどっちでもいいんですけど、まあ、基本的にアイゴレ逆サイ誘導ですね。で、マスクで遠距離でしばきつつ、ポイズンとか打たれたらね、それ相手もエリクサーなくなるんでね。まあ、しばきつつ、はい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 って感じで、ミニペとかでアドに変えていくって感じですね。で、そのミニペをちょっと残ってるところにホグを足して、ホグミニペの形を作る。で、ホグミニペ作ると相手はね、このミニペに単体で勝てるカードがないんで、ね、困るんですよね。うん。てな感じでね、生まれていきたいと思います。よいしょ。結構ね、早口で急ぎになっちゃったんですけどね。なんでかって言ってね、俺がね、早くマルチやりたいんですね、今。めっちゃマルチやりたいんですよ、今。マルチ欲がすごいんでね。そう。なんで。まあ、トロなんだっけ、俺。めっちゃ下がってる。なんでやん。さっき、6、8リーチまで行ったのにな。またそう、沼ってから、また6、8リーチまでこのデッキで行ったんですけどね。そう。で、なんでこのペッカじゃなくてこのデッキにして、剣潰し来たー。いや、よろしく。さっきね、なんかね、変なデッキ使ってたんですよね。クエイク、クエイク。これやっちゃうよ、スタンプ。やっちゃうよ、スタンプ。やっちゃうよ、スタンプ。ケンツーしきた。ケンツーしきた。これさ、あれなんですよ。なんだっけな。ロイホグマジアチャー、ファイボクエイクみたいな感じだったんですよね。確か。確かね。ホイクエイクだっけな。なんかラットとも当たってたんですよ、さっき。ああ、ファイブだ。よいしょ。はい。OK? これで大ダメージマン。いえ。いえ。なんか、ここら辺に置くとよかった気がする。確か。OK。OK、OK、OK、OK。OK、OK。で、確か、なんだっけな、ホバ。ホバがあって、ホバがあって。で、マジアチャには、こっちで合わせると、こうなった時に、こうタワー打たれちゃうんですよ。だから、ケツ、こっちから出されたマジアチャには、こっちでマスケで合わせるっていうのをね、結構意識した方がいいですね。よいしょ。で、まあ、これは、多分放置し、するかな、でもさすがに。これに2力とか出してきたらもう、べっちくそ美味しいんですけど。まあ、ここに、まあ、ペッカ出したんでね。ここは、もうミニペホグ行きたいと思います。で、エリクサーを貯めて、アイゴレミニペホグですね。ブッパで。うん。まあ、こっちは、まあ、言うて、合わせちゃってもいいかな。まあ、ペッカまだないんで、もうちょっと落ち着いてもいいかもしれないですね。行きます。よいしょ。よいしょ。マイゴレで。お、結構食らった。よいしょ。これでマスケでね、同時打ちして。はいはいはい。よいしょ。打たれちゃうか。あー、だるいな、それ。よいしょ。これなんかで延命してくるときに、こっちに出すと、はい、ペックがないですね、と。いう感じで、よいしょ。
で、まあ、ここら辺で、パコッと、いってあげて、よいしょ。やばい、やばい。これちょっとやばい。ちょっとやばいっすよ、これは。やばい。やばい。やばい！なんでだよ！どうしてだよ！なんでだよ、おい。おい、途中までこう完璧だったのに、もうホグ投げればよかったわ。こんなことなら。お笑い戦どうぞって。めっちゃ優しい人がいる。ありがとう。なんでだよ。なんでだよ。負けたんすか？負けた。やめろ。ケンツにしわかれたわ。ラスト行きます。なんで？もう。くっそ。いや、途中までめっちゃ良かったのにさ。いやー、マジもったいなー。もったいねえ。これ絶対勝て大丈夫だったわ。あそこを多分ミニペで誘導して、逆行ってよかったな。正直。ですね。あそこ多分3000、てか逆、ホグ投げたらもうワンパンだったな、普通に。ペッカもないし。よろしく。最悪だ、マジで。なんで俺はこれ投げたんだろう。やばい。もうこれさ、26じゃん。26の顔してるじゃん、もう。最悪。いや、使ったし。よいしょ。やばい。これ、シャシャった、シャシャった。多分だけど、シャシャった。まあ、ISP 使ってくれたらいいか。あれ、これ。ISP 使ったんで、あれ、これ挟んでくるかな、これ。よいしょ。エリないのバレたかな。これ SP つけるとね、スケだけで処理できないんで、ちょいだるっすね。バルキリーやばヤンチーじゃん。ってことは？ってことは、ってことは、ってなるんですけど。はいはい。もうこれ合わせてあげて、アイゴルが橋を渡るときに、マスケを延命しつつ、ホグを投げて、クエイク落ちたい。まあ、コウモリ多分ザップじゃない、ウッドなんですよね。そうそうそう。なんで、よいしょ。オッケーオッケーオッケー、全然いい全然いい。なんなら勝ちまである、これ。オッケーオッケー、これミニペ入る一発。いいよ、もう一発行こう、もう一発行こう。オッケー。まあ、ISP ぐらいはね、許してやろうかなって感じなんですけど。で、次に、ワンチャンアイゴレ、アイゴレがないのかな？ワンチャンロケットとかもね、ありそうな気がするんで、こっちにケツマスケはね、基本食らわれてるサイドにケツマスケは、ファイボかロケット撃たれるんで、ダメっすね。よいしょ。よいしょ。まあ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 。あ、これダメだ。あれだ。息があるので、ちょっと待って、OK、いいよ、形ができる。はい、よいしょ。これで勇気打つと、ぬっ、いけ、 OK。クエイか、よいしょー、グッドゲームという感じでね、ギリ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 ね、勝つことができたんですけど、まあそんな感じですね。ちょっとね、うわー、ケッツに負けたのマジで言ってんだけど、すげえやだわー。これ絶対ライン来てるわ、もう最悪だわマジでだるい本当に。あ、絶対勝てたし、しかも多分なんなら相性いい、なんなら相性いい、最悪だー、マジで。もう本当に、いや、相性悪いってことにしときましょう。鬼悪です。9対1です。相性。10対0まである。これね、ちょっと10対0なんで勝てないですね、これは。はい。なんですけど、まあね、26もどきに勝ったんでね、許してほしいなという。
いう感じで、今日はね、この辺で終わりたいと思います。またね、今日はね、たくさんね、動画出す予定なのでね、ぜひね、そちらの方もね、楽しみにしてください。ポンスのと、BO3 動画、BO1 動画、ね、めちゃくちゃ撮ってね、今日バーンってあげるんで、ね、それも楽しみにしてください。ということで、今日は終わります。バイバイ！あ、こっちはねえや。こっちだった。じゃあ。